噂のあの店リサーチ。地元で気になるお店やスポットを地元が徹底的にリサーチ、噂の真相を調査します。今回ご紹介するのは旭区二俣川にあるビストロハンモック。こちらには食べた後涼しくなれるこだわりメニューがあるとの噂が。それでは早速ご覧ください。今回リサーチするのは相鉄線二俣川駅から歩いて5分の場所にあるビストロハンモック。二俣川銀座商店街の裏通りにあるこちらには食べた後涼しくなれるこだわりメニューがあるとの噂が。それでは早速リサーチ開始。こんにちは。こんにちは。はじめにお店について教えてください。2018年にオープンした3年目になるフレンチとイタリアンをベースとした、気軽にお料理とお酒を楽しんでいただけるビストロになってます。店内はウッドテイストでぬくもりのある空間ですね。おすすめのメニューを教えてください。はい、まずは前菜の盛り合わせです。綺麗に盛り付けされた一品ですね。お客様のオーダーされたドリンクから、僕が8種類の中の前菜から選んで、盛り合わせを作っています。ナスは、夏野菜を使ったバルサミコのマリネです。ゴルゴンゾーラのポテトサラダは蜂蜜をかけて食べていただく一皿となっております。ドリンクに合わせたチョイスは嬉しいですね。はい、続いては、イワシのベッカフィーコです。イタリアの家庭的な料理の一つで、アンチョビのパン粉に6種類の材料を合わせて開いたイワシに巻いてオーブンでローストしています。イタリア人のお客さんも絶賛してくれた一品となっております。イワシが香ばしくて美味しい。はい、続いてはこちらです。牛ミスジのロッシーになります。二俣川で、唯一ここでしか食べれない一押しのメニューとなっています。牛1頭から少量しか取れない貴重な赤身肉を使ってフォアグラとミスジマッシュポテトのミルフィーユ状のステーキです。フォンドボーとブランデーのソースでお召し上がりください。ステーキとコクのあるソースのマッチングは最高。手際よく料理を作る柿崎シェフはレストランやバーで修行し、あの料理界のレジェンド助成陽子さんのクッキングアートセミナーでフードコーディネーターの資格を取得。テレビや雑誌でも活躍してきました。そんな柿崎シェフの作る涼しくなれるメニューって何だろう。それでは噂の真相に迫ってみましょう。食べた後涼しくなれるこだわりメニューがあると聞いたのですが。はい、それはフードコーディネーターが作るこだわりのグリーンカレーです。国産の鶏もも肉と夏野菜を使ってピリ辛のスパイシーなカレーに仕上げました。タイ人のやっているお店で8種類のスパイスとハーブを仕入れ、細かく刻んでミキサーでペーストにしています。今が旬の青唐辛子とタイのハーブを使ったオリジナルのグリーンカレーペーストを作っています。それをじっくりと炊き出した鶏ガラのスープとココナッツミルクへ伸ばし煮込んだものがこちらになります。青唐辛子に含まれるカプサイシンに発汗作用があるので食べて汗をかくと涼しくなります。美肌効果、ダイエットにも効果的と言われています。スパイスやハーブが効いて後引く辛さで美味しい。ということで今回のリサーチ報告、食べた後涼しくなれるこだわりメニューとはフードコーディネーターが作るこだわりグリーンカレーでした。美肌効果のあるグリーンカレー、とっても美味しそうでしたね。柿崎シェフはフードコーディネーターで料理研究家でもあります。
お店では今回ご紹介した料理以外にも様々な創作料理が楽しめるということです。それではアクセスです。ビストロハンモックは相鉄線二俣川駅から徒歩およそ5分のところにあります。営業時間は午後5時から午前0時まで、定休日は火曜日となっています。以上、噂のあの店リサーチでした。